頭が導いた船により道館には新たな道が作られた。これを用いれば最短距離でナタに近づくことができる。今こそナタの暴走を食い止めるのだ。兄上が船を呼んでくれたおかげで新しい道ができたな。これでナタの暴走を止められるだろう。さあ、頂点に立つのはこの私だ。おう、船がついてるな。これならナタを止められそうだ。このために一千人を残した。やはりダメだったでは済まぬぞ。ナタとやら、ダッキーは追い詰めてやったぞ。捕らえたいのなら勝手に行くがいい。言われなくても勝手にするよ。人間は足で待つ。戦場に迷い込んだ。突っ切るしかない。お出ましか。急いで助けに向かわないとな。なんだ、邪魔だよ。死ねで、私が出る。バカだ、この俺が。逃げろ、挑戦。挑戦様、行け、私が出る。挑戦。どうして僕が行く方に行くの？やっぱり邪魔するつもり？私が出よう。行くぞ！オイラたちで砦を落とすだよ！あれれ？なんで長江がそっちにいるだか？人違いじゃねえよな。もちろんです。この美しさ見間違いようがないでしょ。あんたも邪魔するの？あんたも邪魔するの？あらがえ。人間に負けた。脅迫薬マイル。そっか、何かの間違いだよ。お助けいただきありがとうございました。宝仙様、宝仙様はご無事なのでしょうか？ナタがやられた。手薄な東では敵を支えきれない。ならばこちらも攻勢に出る。全軍敵本陣に突撃せよ。なあ、また父上たちと戦うのか。分かってたとはいえ、めんどくせ。とても太刀打ちできるものではございません。
あのお方との戦闘は回避くださいませ。敵将、討ち取った。ここまでの力を感じるのはオロチ以来だ。戦人の血が騒ぐぜ。私までダッキに関する者とは、あなたつか。どれほどの凡意かと思ったのか。しか、あらがえ。俺は砦の守りについたはずでは。父上、申し訳ありませんが、倒されてください。何、待てし、何のつもりだ。手を噛んだ。その正体は救いがたい武者、あるいは我らの知らぬことを知る者だ。やはりただの凡具ではなかった。これ以上は体が持ちませんわ。我が君、申し訳ございません。必殺武者の集まりとも思え、この者らの目的知る必要がある。お疲れ様。これであなたたちも人間の敵よ。お手伝いいたしましょうか。気を使わなくていいのよ。これは私のお仕事なんだから。さようでございますか。では失礼いたします。どうも。私の役目果たせたようだ。危ないところお救いいただきましてありがとうございました。これよりは私もお供させてくださいませ。この身を戦場に置いていればいつか宝仙様にお会いできるはずですから。当然の